晚上好。你好。晚上好。你好。 早い。アレッちゃんやっほー。こんばんは。こんばんはみんな何してました。カロさんやっほ。やっほー。っほー今日はねえっとねあのマインドセラピスのあのお仕事の方でインストライブしようと思ったんですけど。 あの私もさっちゃんもちょっとまったり雰囲気だったんでまったりライブにしようかなと思ってこっちにしましたあ今日も見てた最高やほみんな何してましたあならあ香港からありがとうございます テレビの色によって私の映り方は変わるねふ <laughs> こんな何してました豚骨ラーメン美味しそう <laughs> ああまたまたプロポーズしてもらっちゃった でも今度は酔ってない時に言っっててほしいいです酔ってない時にまたポロポーズしてください <laughs> お岡山県から最高みんなどこからコンしてるか乗せてほしいだってみんなのこと見えないからそれだけでも嬉しいから。 お酒飲んだりしてますかあ愛知からありがとうございます函館すごいいいですねどん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 広がっていくニューヨークから見てくれてるのニューヨーク何時ですか博多東京ありがとうございます千葉からです嬉しいリオは東京からです和歌山から最高みんなすごい嬉しい えー、なんかすごいな,なんかいろんな場所に仲間がいる感覚にもなれてすごい幸せですだってさだってさ知らない街にさ旅に出ても私のことを見ててくれたかもしれない人方がいるかもしれないと思ったら助けてもらえる可能性が増えるでしょ スカイツリーからすごい場所から山梨わオ愛知最高岐阜最高台湾ハローハロー、みんな何時台湾とかだと1時間ぐらい違いそんなにないかなニューヨークは何時だろうえ今日もおかずにどうぞご自由にどうぞ <laughs> みんな好きなもの食べてください北海道 助けて言いますね電車の中からおいいですね日常な感じ何か怒ってもらえるのじゃああれできそうだねじゃあリオさんもあのあれ「キッチハイク」みたいな番組言ったらみんな助けてお家泊めてくれるかなご飯食べさせてもらったり おー地球は遠距離にならないで丸くできてるいいですねその考え方そう助けてもらう前提ですきっと困りそうだから雪が降ったって、えっと、本当ですかはい本当です熊本お山口山梨や山梨嬉しい読み落としてない大阪いいですね最高静岡ナイス 車止めて見てくれ、ありがとう。いち早く言って,てもけ、OK、天気嬉しい。これはアグのアグだよアグ。じゃん。お気に入り。癒されたい時は来ています。さあ、今日ね、そうサッちゃんと喋りたいなと思って。嬉しい。可愛いはい,いつで言われても嬉しいです。本当に。 昔は遠慮してたけど今はありがとうって言えるようになったからいっぱい言われると嬉しいです三重県はすごい三重県からもじゃ三重県も行っても大丈夫だな私のどぐろお料理ライブね美味しかったのどぐろ本当に一夜干し ニューヨークは9時11分です。朝なのね、good morning だ。ニューヨーク行ってみたいな、行ったことないです。鹿児島、大阪。あ、やったい、あ、博多に来たら、ぜひやった、いね。わあ、はい、姫路。ああ。大丈夫かなも、みんなが助けてくれるかも。<laughs> 安心しました。 かこしい鹿児島黒豚美味しいねミヒーの YouTube 出て「ミヒーが何もリアクションないから出なくて済みそうです」<laughs> 最後まで見たから <laughs> 見ちゃったなーあの YouTube と思ってねもう危なかったです実業課長さんとラジオねなんかサブスクでラジオしようみたいにさ声だけでやろうかなと思ってます 昨日はあっ来たそっちへチエちゃんが遊びに来たなんかいつもあのチ、ー、ちゃんとはお仕事の話でね、ばっかり絡んでるからちょっとのんびり近況報告でも聞いてみたいなって思ってたところなんです県香川県サブスク復活しましまた昨日もね実はあの夜サブスクのライブしてて イインスタライブ急にやりたくなって始めましたでみんなでずっと喋ってたね楽しかったで今度映画見ようねって約束したんだよね <laughs> 同時にテーマ映画ね一本みんなで決めて一見あのアイディア出し合って提案し合ってその時いいねってなった映画を同時に見るライブしようっていう話に。 なって約束しましたラブースクは多分いろんなことした遊べると思うので楽しみ AV は復活しないんですか復活しません <laughs> みんなのねご想像にお任せしてたくさんイメージ膨らませておいてください <laughs> ミヒンたちの一番来なさそう発言にうなずきながら笑いましたいやそれがよ私そういうの意外と好きだからねあの来ないと思ってたでしょみたいなやつ好きだから現役 <laughs> の,の時はな,んか,なかなかあのね他のモデルさんもいて私のそういう好きな感じには動けなかったんだけどいつもあのこんな依頼がとか。 お仕事来てますよとかもえ、あえてそれ私がやったら面白そうじゃないですかとかいつもよく言ってますでもりゅうちゃんはダメって言われてましたから意外と来なさそうなところ来ちゃうかもしれないあっ最嬉しい大事にしてくれてるなんて幸せすぎますあさっちゃんさっちゃんはどこだ パレードね面白いな今日の晩ごはんはおそば食べましたおそば茹でて食べた彼女の <laughs> 彼女のお姉さんのやつめちゃくちゃ見ましたねえ不思議だねなんでこんな人が AF してたなんてみんな不思議 フきだね世界は不思議がいっぱいですね。<laughs> あつー画面が暗くなっちゃったからね。番組フね、フフフのフフフえるあ、フフさんが明るい。<laughs> サちゃん呼ばないとサちゃんね、うん、な出ちゃうよねちょっと待ってね。ンピンク可愛い嬉しいありがとう。あ電気ありピンクきた。復活はしないですよえーとサちゃんこんばんはー。 先日はありがとうございました。私の眉をきれいにしてくださった。そリストの方が来てくださってる。朝ちゃんだね。はい。はいはい。やっほーちょっとさ、うん、今日顔がうるさいから、キラキラしていい <laughs> いいよ。はい。<laughs> <の>違う、これじゃない。でもね、今日ね、 で、ね、余計うるさくなった気がする。<laughs> こ,れこれ、これ。これ、ちょあれ、すごいね、これ。すごい。あの、あれよ。でも、さっちゃん、あの、私、さっちゃんのことですね。お仕事もコースともに仲良し,し。たんですけど、<お>あの、さっちゃんのことをね、表情が豊かだから、顔面タンバリンって呼んでるんです。<laughs> <laughs> 言ってもったね。<laughs> 言ってもったね。<laughs> これはねもう私が行く先々美容病院とかさっちゃんいない場所でずっと人のこと言ってて <laughs> でねさっちゃんねあのねあの分かってほしいことがあってあのさっちゃんの決してねメイクがうるさいわけじゃないから <laughs> <あの笑>今顔にエフェクトかけてもうるささあかんないっていうね、うん あ本当？うん。ななんかねえ。あこれがいい。<laughs> それにしようか <laughs>。めっちゃけるじゃん <laughs> ねえ。ねこれさ。これいいじゃない。ねえ未来に行ったらさ。うん。そういうことができるようになったらいいね。えー、こんな顔に？そ朝 出勤したらさその顔とかだったら超楽しくない職場みんなちょっとこの顔だったら朝たらちょっと泣いちゃうかなこの顔だったらやれるんだよ自分でどうそしたら超笑って、うん、今日どんな顔で出勤するん、うん、確かに確かに私もいじってる眠たい

あ、こんなのもすごい幸せ。<laughs> そうだよ、みっちゃんって呼ばれてます。可愛いでしょねえ、え可愛いよね。<laughs> 幸せになった。さっちゃんのおかげで。<laughs> あ、そう、面白いよね。でも。あの、これが日常だからね、皆さん。はいみっちゃんでございますよ。 面白いね <laughs> さっちゃんそう顔面タンバリンはもうずっと言ってて褒め言葉なのかどうかは受け取る側次第なので任せてます。<laughs> 面白いよねやっほーはーいそう 次回のね、インスタライブ、いつにしよっかとかも聞こうと、あ、話そうかと思ったけど、さっちゃんは行っちゃったので、私ももう11時半か、ちょっとお話ししたらね、あれしたいね。ね私は、お仕事の準備をしますよ。これやいつも教科書使ったりして、お仕事の、ね、準備にや時間を。 使っているんですけども。はいみんなの周りにもいるんじゃない、顔面たんまり。あ。どうも。小田さん。先日もありがとうございました。今聞いてくださってる方がいたんですけど、私は人生で初めて。眉アートをしたんです。もう絶対初めては、もうちゃんと。ちゃんと。 どな,たかどなたに頼むか考えないとと思ってほらあのお仕事してた時はいろんなメイクさんにお気をしてもらいますしあとはいろんなテーマでその衣装を着たりとかするからマイワードとかかでできなかったんですよ自由が意外と全然なかったのでだからやめてからあのなかなか。 きっっかかけけがなかったんですけどやっぱり最近お化粧の時間があのちょっとでも減ったりしたらいいなと思ってあのもう完全プライベートで調べていろいろインスタの「施術ビフォーアフター」とかをですね見てあなんかこの方なら私ちょっと是非お願いしたいっていう方に出会えてですね今来てくださった郷田さんに。 ま、岩とお願いしたんです。もう皆さん是非お勧めです。迷っていたら、もう本当に1日でも早く受けていらっしゃった方がいいと思うえ <laughs>。なんかこの私もプライベートでそのお仕事の癖がついたのか。なんか例えば ol 系女子とかなんかなんて言ったらいいんだろう。ナチュラル系とかなんかそういうのあんまり決めてなくて行く場所と相手の。 だとあとは子供がいるかいないかとか車で行くか行かないかとかいろんなことを考えてコーディネートを選ぶのでメイクもね、私結構その時ででで、変わったりすするんですよで、まあ、もちろん眉毛もその都度そのちょっとしっかりめにこう外国風に描く日もあればあの薄い日もあったりあとは丸、まま、くしてみたり。今日は 下のラインを丸く描いたんですけどなんかそういう風にしてるからパチッと決めるのもうちょっと抵抗があったんですよねでもそんなこともカウンセリングでお話しさせてもらってあのベースメイクになるような形でですねめっちゃ本当に丁寧に見ていただきながらですねアートメイクしたんですけど全然 全痛くなくなてびっくりした私はぐっすやすや眠っている間に終わりましたね。で、ね、黄金比で書いてもくださるしだから分かんない方は黄金比のままがいいと思うなんか顔に黄金比が一部乗るってもちろん左右差があるからあのなんて言うんでしょう完璧にっていう意味じゃなくてそういう黄金比的なバランスが顔の一部あるだけで私すごい運気が上がると思うし。 すっごいあのおすすめです男性の方もいいと思うそうするとどこまで抜けばいいかとかわかりやすいんじゃないかなさあ我が日そう私も脱色してます眉毛はそのお色に合わせて塗り塗りしてくださいました <laughs> 止まるうにしたい日もなかないそう短くしたりとかするよ眉アートは 二回で、二回がおすすめで、一ヶ月後以降からでしたっけ、ご、ごさん、三ヶ月以降からでしたっけ。はいつでも来ていいですよって、で、定着するために、あの。もう一回。はいける。行くといいですよって、おすすめしてもらいました。あ、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。いや、本当にめっちゃプライベートなんで、あの。勝手な。 意見を申し訳ないですが私の個人的な意見でございました本当に最近のマイブームは何かありますか最近のマイブームは何かなうんでも本はいつも読むでしょ本読んだりあとはうん グミ。<laughs> ちょっとグミにはまってます。昔はね、ぜ、ちょっと人、ちょっと前は全然食べなかったんですけど。グミは今最近カバンに絶対入ってるかも。今日は。ちょっと外出た時とかはなんか。なんて言うんでしょう。いやあの空腹になりすぎると。体内ホルモンでアドレナリンが出ちゃう。んですよね。血糖値を。保つために。 でアドレナリンが出てしまっちゃうともうバカ食いになっちゃうんですよその反動それの影響でねなのでそこにそこまでお腹が減ることがないようにいつもカバンに入れてちょっと糖分取ってるんですけど今日はこれが入っててバ <laughs> ケペに入って <laughs> グミ ピカチピカチュウ見えないこだ、わ <laughs> かんないもんない <laughs> あこ、ンコピカチュですゴミにはま,まってるかなうん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 。ナブトウ本読むかな何回も 同じのものもしなうあそ、ね、定着率が変わるので、えっと、1ヶ月後から3ヶ月後以内に2回目をけるのがおすすめですと、ね、教えていただきました。まあつ です。<laughs> これ、子供が抱えてるやつやっで、私も抱えてますね。かちゅうのグミ、そう、ピカチュウのグミ。あ、リップは、リップはいろいろ使ってるんですけど。まあ、セリフも使うし、クリニックでもらったような。うんと、あれはジョンバローンの。 これを使ってますねすっごい大きいちょっと待ってねはいただこれ トマロのリップ。私がなこいつ言えないかぐい <laughs> これこれはあのー、ビタミン E が入っててすごい良きです。でもうどうしてもお口は乾か,かさしちゃうし。 あの年齢とともにね、コラーゲンも減っちゃうから、全然私は、ヒアルも、入れたりしたいなと。保ってますよ、プルプルは。頑張って。ちゃんと、あれあの、手をかけたらね、ちゃんと答えてくれるんだなって最近思ってます。で これはすごいおすすめなんですけど多分単品で売ってないのかな何かで、ね、セットで売ってたこれは友達にあげたんですけどプレゼントですっごいあのまだ持ちもすっごい持ってるって言ってて1年ぐらいかな毎日使っても,もまだ持ってるからすごいって言ってくれましたでもアリップカッかもこれしか使ってないっていうぐらい おすすめ女の子にプレゼントおすすめじゃあマローンはあの何ディフューザーとかあるね香水とかのお店だけどこんなのもあってよお出かけの時はもう2本もうこれかこれで色付きはもうこれめっちゃ可愛い 100個グミ買うの <laughs> ピカチュウだらけになっちゃうねお腹の中が。これはマットになるんですけどあのこう柔らかい雰囲気がいいなって時とかこれ使うし使うの。でも色がないとちょっとね味気ないなって思ったりした時はこれは真ん中にだけ塗ったりあとはこの子だけ真ん中に塗ってあとはリップ塗らないとかして。 このビセのこれは縦じわが消えるの最高本当にこれおすすめです薬局にドラッグストアに売ってるビセの縦じわなくなるグロスこうやってで真ん中とこの山のところにだけ塗る私はでもつやっとして てほら見て、あ、そういうこと、<laughs> そういうこと、おすすめです。とは<ア>、超フィッセイと、これ縦テはなくなるめっちゃいいです。ね。で、とはみんなのお世話の私。 ああ味付きリップもいいよね私もね好き美味しいのああうれしい <laughs> そう<だ>ね, <laughs> ねえジョン・マローにリップあるの意外だよね味リップ必須よねあとネイルのオイルもやっぱり必須指に塗ってます ハンドクリームも私はお皿洗い好きだから横に置いて使ってます足のネイルね今度取っとこうかどれだろうディオルのマキシマイザーとかは使ってないですグミね グミはあとね1個ね探してるグミがあってどこにももう見つからなくて悲しんでるんですけどあの、マンゴーの味でねマンゴーみたいに本当に皮がむけるグミがあったのあれか美味しすぎてお子様と一緒に食べてたんですけど美味しいねってもう見つからなくて悲しみしました。 フフッ感じいっぱいお話今日してくれて嬉しいやっちぱりはいバンカーあんな美味しかったのにやっちゃんのメイクはあのサブスクで載せます詳しくだって今はあんまり言ってない でもねと思っちゃう <laughs> 品番どの品番知りたいですかちょっと止まろうリップコンディショナーリップクリーム L35P01YE54 こやつ みんなこれで喋るのすプロだね <laughs> かっこいいでもそうだよね問い合わせる時とかわからんもんね私はこれがをいつも持ち歩いてますね。最近香水すごいめっちゃいい香水にあっちゃってあのメゾンマルジェラの香水ミニボトル すごい,いのこれはあのねレプリカこういう箱に入っててさ超かわいい香水ってかがなきゃわからないじゃないだからこのちょっとだけ入ってるので試そうと思って思っていたら。 超いいい感じすすっごいっご良かたです私最後のこの「バイ・デ・ファイア p プレイス」っていう焚き火だって焚き火の <laughs> これ好きめっちゃいいにあの香水はあのー、お母さんになってからは全くつけなくなったんですけどご飯屋さんに行っても失礼だからつけないしあのくボディクリームに。 変えてたんですよねでもなんか最近ちょっとちょっとつけられたらいいなと思う場面がなんかいくつかあったから探してたんですけどでも香水ってでっかいからちょっとがいいなと思って実はこれで出会ったのでわーいい匂い最高はい幸せになったこんな感じです わあ、二番も行きたい。あとは、皆様見て。あ、わ、十時一時半までにしようと思ったら、普通にたくさん過ぎてる。どれどれ。ねほー。あ、あむあむさん。あ、やっほー。昨日はね、さっちゃん携帯が壊れてできなかったね。ライブが。 今度またさっちゃんとやりますね <laughs> 最高あわかるあの柔軟剤だよりあるよねでも柔軟剤お洋服がいい匂いならそれでいいと思う柔軟剤代わり香水代わりの柔軟剤ねわかるであとは 次に発音だけいいからあのー、すっごい話せると思われてすっごい喋りかけられることありますよ困ることが <laughs> そんなに話せないの白のホワイトリリーかどんな匂いなんだろうええみんな集合。 本当に詳しい私全然ね詳しくないからねいろいろ「エイジーサンデーモーニング」あえあこれかこれねこれいい匂いでねこれ爽やかじゃあみーさんは爽やか顔しゅうがするんだね <laughs> すごいイメージがつくからいいね匂いがわかると肌のメンテナンスはえっ、ー、とえっ、ー、とまさ ピーリングよりも,もっとほら優しい皮がほとんどむけないあのピーリング剤があってそれをねエステさんでこ塗っていただいてピカーンってなりますゆで卵みたいになるんですけどそれをしてもらうのでそれとあとエステで毛穴洗浄とか保湿をねしてくれるでしょだから それぐらいかな。であとそういう定期的に見てもらうのであの化粧品普段の化粧品にはお金をかけずにそっちにお金をかけているのでね普段はんはもジろバ使ってます無印のね敏感肌用化粧水を使ってます普段。であとレチノールを寝る前の洗顔後はつけ,つけてますよ。 口紅ューつの品番ねオッケーこの子だねあはいはいはい口紅ち二つはドラッグストアにあるうんとねワンダーリップワンダーリップティントグローイングヌードこれはブランド名はなんだろう YouTube っていうの <laughs> ない <laughs> これとこれは「アイムミュートリップスティック03番」です茶色マックも使うしねマックは香りがさ口紅な香りがするからちょっとしか塗らないんですけど えっと乾燥や花粉対策にいいものあるえー、っとそうですね。ああ。あれり腸内環境を良くすることですかね。<laughs> たまにデトックスするといいますか。うん。あのおすすめですね。体を休めるというかね。寝ても覚めてももめ 体は中は働いているので休ませてあげると良くなる気がします。あとミネラルたくさん取ってってことを大事にしてるのとあと塩天然塩。生成されてない塩はあのな、ー、めてますよ時折。なんかねすごい面白いの見たんですけどえっ、ー、と 血圧が高い人はマグネシウムが足りないんだって。で、動脈には筋肉があって、静脈には筋肉がない。で、ポンプのように動かすにはミネラルとマグネシウム、あ、カルシウムとマグネシウムかな。どっちかが2つ必要で,で、それが1個が足りないと、 ずっっっと収縮したままになっちゃうんだってマグネシウムが足りないと収縮したままになっちゃって緩まなくなっちゃうからあのつまり例えると外の庭ホースをつないで巻きする時みたいにホースをギュッてするとさあの原理と同じで血管も緩めることができないとギュッとしちゃって。 それで血液の流れが早まりすぎて高血圧になるって聞いてそれをさもっとあの最近したんですけどそれまでもねやっぱり体内にに水をを蓄えるのにも塩をねペロッと舐めたりします大事なのペロッて舐めた後は水で薄めないようにしようかなって思ってこれを出やってます。 <laughs> 全部取るわさミネラルはめっちゃ大事だと思う作れないですからね体内でまだ何わーってきつきつにはやありませんけど好きなもの食べたいし、うん、ちょっと意識するくらいかな <laughs> いいね医学部、うん、先生になろうかな <laughs> お医者さんになろうかな <laughs> 勉強するのは大好きだから 毎日お水はですねそうだな1リットルからいは飲んでると思いますで、あとはコーヒーとか飲んじゃうからあのカフェラテ大好きですしぐらいかな優先には時間があるときは疲りますでもその寝る最高の睡眠って大事だなと思ってからはですねあのやっぱ寝る準備のためにする することが増えてあの体内の,体内の中心部分が冷え始めると、ね、いい眠りにつけるんですよね。ってなるとお風呂をほら長く入って暑いままだと眠れなくなっちゃうしあの脳もその考え事ししすぎると温まっちゃうでしょだからみんなぜひ眠れない日の夜はおでこに冷えピタを貼って頭を冷やしてあげてください。 ください筋トレーシーどれぐらいしてますかえっとちゃんと行くのは多分1か月に2回ぐらいなんですけどそれも自分でまず行ったら走って15分走って15分後の絶頂期の気分で30分走るか、ね、決めて走った後にマシーン行くんですけど。 でもね、あとはもう普段の動きの中に全部入れるようにしてます。無駄がないようにその日常に入れられれば通ってる通えなくても通ってると一緒じゃないんだから立ってる時のこう足の位置とか膝の向きとか太もも股関節の向きとかどこに体重かけてあのあっんだっけこれここ。 溝ぞちは中に入れてとか。ちゃんとあの姿勢をね、ただ、正すっていうか。うん、骨格的な、いい姿勢にしてから。あの。もうなんか行動したりとかしてます <laughs>、うん。英語かポルトガル語話せますか。はい、ポルトガル語話せます。はーい。 <laughs> あそうね一緒になんか動くのも楽しそうですよねだからちょっといろんなこと試させてくださいサブスクではなんかその例えば一緒にピラティスやるとかそれも男性の方もやりやすいやつとかさ日常的に持って帰って自分でできるような動きとかそれをねなんかこう公園のさ芝生とかでさ みんなでさ一個よくしながらやりたいなーっていう夢があったりとかするしなんかお料理教室みたいなのもしたいなと思うしあとラ,イラジオみたいな配信を自分でやりたいなとも思うしあとは画廊がやりたくてあの絵じゃなくて自分の写真なんですけど私が写ってる写真ねなんかたくさん。 っってもらったほんとかがあるから本当最初は画廊みたいなオンライン画廊がやりたくってあの考えてたんですけどイン,スタライ,インスタでサブスクができるってなったからちょっとその走りみたいなのもやってみたりしたいしなんであのサブスクはちょっといろんなことを試したい場なんで興味がある方はぜひ見に来てみてください。サブスクは インスタからできるよあのホーム画面からできるかな,なか私のホーム画面からできる私のとこからできるのかな確か。<laughs> そう運動するしかないですよ。YouTube は今特にしてないです。なんて言うんでしょうね、その YouTube とかここのインスタとかってなんか すごい全国的に全世界見れられるじゃないですか。っていうことは関関心心ののある方の関心度合いいがバラバララじゃないだからそれに私結構それに合わせて発信しちゃうんですよ多分本能的に。<laughs> だから多分今までメイクとか特に上げ,なか上げてなかったし。 なんかみんなが、あのー、見てて苦じゃないもの知って嬉しいものっていうのを結構、あのー、無意識にやってたから YouTube と, you とかも、まあ、選んで見てくれるからいいんですけどそのもう誰でも身近な人も私にも関心がない人も見れちゃうっていうところがちょっとなんかやる気が出なくてだからサブスクだとそれこそね あの私リオちゃんのことが好きな方が来てくれてるだろうなって思うとすっごい料理やりたい意欲に自然となったからちょっと試しに始めてみましたし YouTube とかはやらなかったのは特にその何て言うんだろうリオちゃんをねなりわいにしたいと思ってないからかななんか,だから料理のね YouTube とか撮ってあるんで あの編集したら載せたいなと思ってるんですけどなんかそういうこともなんだろうねなかなかタ,タイミングとかがなかったぐらいで <laughs> あそう狭い範囲にピンポイントで刺さるようなコンテンツの方がいいってことですかねそうなんか私かける何かの時って何かが 興味なければ別そんなに見なくないですか私だけの時を見たりすることの方が自然だと思うと何を書けるにしようってすごい考えちゃって進まなかったのででもサブスクだったら理を書ける何かがあるかもしれないと思って来てくれるわけじゃないそしたら結構いろんなことを逆にみんなに提案して私が キーワードをあげたりすることで提案になって、でみんなの反応がまたより分かって、ねなんか自分に向いてるリオちゃんに向いてるもの、かけるが掛け合わせがぴったりなものが見つかっていくかもしれないしなと思うとそういうのもね考えてちょっと始めたんです。あショートねまた大人になったらややろうか迷うね長いのすごい気に入っちゃってるので。 手のタトゥーはいこことこことここあっ見えるまた入れ1回目でこんぐらい2回目入れないとかなー <laughs> 寝ないとダメです眠いですでももう今日からはあの、うん、講座のスライド作るので寝ませんムーー ti 診断してほしいですを気になるなんだろうあお写真送るね ああ同じぐらい、長いの、すごい、ね。手入れしてるんですか。おすすめ聞きたい。<laughs> 幸せそうに映った、よかった。幸せだから。<laughs> 溢れてるね。溢れ出ちゃってる。嬉しいです。あ<わ>、ね。読んでない。 メッセージあるかなサウナ好好ききです大好きだからなんかサウナが好きなんですけど行けない日もあるじゃないだからねお風呂でプチサウナあった <laughs> かいお風呂に入って出て頭から冷たいシャワーをシャーッと浴びるっていうね「ああちょっと乗った」って言って出てきます。 でもね普段から整ってるっていうのもあるからあのねそのやっぱり友達と行ったりする楽しさがの方がリアルサウナは私にとってはあるかなと思いながらそうあのお勉強時間作れます大丈夫ですなんて言うんでしょうもう お母さんになってから自分がやりたいことに時間を自由に使うっていうことが制限されちゃうので本当にもうなんかだって若い子とかでね一人が「あれで?」みたいなお悩みたまに聞くんですけどもうお母さんになると本当に一人の時間って。 ありがたいな何て,て言うんでしょうその一緒にいる時間が嫌なのではなくてえっと何時にお迎えに行かないといけないとかやっぱりそういったあの時間が決まってることでね自分の仕事がねもう乗りに乗ってきたとしても途中で切らないといけないんですよ。そして何よりも次 あの夜時間ができた時にまたその同じ熱量で始めるっていうことがすごい大変で、ね、一時期そこにちょっと抵抗感を感じた時もあるぐらいだから、ね、もうあの慣れちゃいました好きなんか時間帯にかかわらずお仕事したり勉強したりあのすることは慣れちゃいました。 だから、ね、今からやるってみんなきっ不思議だかもしれないんですけどそんな感じの日常でございます <laughs> えっとはーね今までやったことないことやるの楽しそうだよねサブスクでねみんなも手足わてね映画見ましょうね次回ね今度お時間講座が終わったら落ち着くので3月分のが終わったら私はご褒美にやろうと思ってるんで <laughs> ぜひぜひ子供の頃習い事していましたかいえ何もしていませんでした何にもでもバレエは習いたかったんですよ踊るバレエねでママにずっと「ママバレエがやりたい」って言ったら「分かったわー今度ねー」っていう言い続けてずっとやらずに終わっちゃいました今でもやりたいぐらい。 あ台湾のカラーで生放送を見ることができて嬉しいわー。嬉しいです。こちらこそです。運動配信ね。でも朝たまにやるんですよ。自分の1人でね。それを勝手に <laughs> 配信したりするかもしれない。乾燥肌なんですが、おすすめありますか？あ、えっ、ー、とそれこそ本当に無印の敏感。肌用化粧水はすっごいおすすめです。 すごいしっ一りする。でもあのコテッとしないから吹き出物も出なくていい感じ。だって吹き出物ってあれだんだよあの怒りもになると吹き出物ってよく出るからね。エクリス可愛いわ嬉しい。うん。ぜひヒえピタしてみて眠れない夜は。嬉しいアラインは今度じゃあお説明しましょう。 お酒は飲みませんなな感じかなお酒は全然飲まない。ファンデはハレハレっていう韓国コスメのファンデですと,、えっと下地はあのドラッグストアのやつとお粉は毛糸で顔の周りの影になるようにっていうファンデーションをちょっと塗ってます。マリアやりたかった 仲間だそうなのすごいやりたかった今 <laughs> やります <laughs> ヨガとかあのピラティスを習いたいあのコアトレーニングはしてます美子屋さんのオンラインに入ってたりとかするぐらいなんで日付変わったわ寝なくちゃ寝なくちゃ顔ょっとさせるには もう絶対イトリフトがおすすすめです私は何でずっとやらなかったんだろうと思ったぐらい。ということもちょっとサブスクでお話ししますね。綺麗を保つ秘訣もお話ししちゃおうそれはだってまあ男の子も入るからあれだけどまあいっか <laughs> 見なくっちゃね。 そうですねお子さんできて切り替え早くなった時間の使い方うまくなったはい断然なりましたまず気分の切り替えめっちゃ早くなったし引きずらないもったいない時間が引きずらないし素直に伝えれば何でも引きずらずに済む何よりも子供がね一番この世であの純粋だし素直だしまっすぐだしうーん 無償の愛を持ってるのはね親側じゃなくてやっぱり子供側だなって思うから本当に私は成長させてもらってるなっていつも思ってますだからね一番尊敬してるのが息子です私はで一番が3人ぐらいいるかな <laughs> そうそう本当に尊敬 保育園向けの写真販売サービスえっ、ー、どんなものなんだろう気になります <laughs> そうですねどうしても時間を合わせないといけないことが多いんでねこんな感じかな。 を踏めてもらった最近嬉しかったことありますかいっぱいありますよ。もう書ききれないくらい毎日幸せいやのつまりどういうことかというとその幸せの考え方が変わったと思う、うん成功自分から見てあなんか最近いい感じだなって思うこととかあとすごあ がが上がったなーっていうこととかあとはうん、なんか目標を達成したなーとかなんかそういうことだけが幸せじゃないんだってことに気づいてからはなんか幸せが大きいものだとね思っちゃってたんだと思います。あとととくいってることとかね を表してているのかなと思ってたんだけど本当にあの自分を真っさらにして生きるようになってからはなんかもうすっごいちっちゃいことが逆に当たり前じゃないって気づいてなんてやりがたいんだろうっていう考え方になれるようになったから。 ここそ毎日幸せで嬉しいことだらけなな感覚になるんですよ <laughs> そうそうだってさ考えてみたらさ明日ふわっと空を見上げた時にねあの雲の位置とか空の色があると思うんですけどそれってもう12分。 終了後には変わっててさ、もう二度と見れない景色なわけじゃないですか。一生同じ空は見れない。だと思ったら。え、それだけですごい貴重なものを見てるんだなって思いません。そうそう。つまり幸せになる。方法は。大した。あの。小さなことが幸せなんだっていう。考え方に。 なれることだと思います小さなものをを見見る目が幸せを見つけられる目なんんだと思いますうん、あとはすごい身近に近くにたくさんあったりするしそうそうなんか私たちって遠くのねものとか遠くのすごいものってすっごい褒めたりできるけど案外すごい近くにいる人とかあとは自分に近い人とか。 あのまあ、なんて言ったらいいんだろうなレベルとは違うんだけれどもだから大リーガーとか手の届かなそうな人すごいみんな褒めるけど近くにいる自分に近いしい人とか自分より下に思えるような人ってなかなか褒められないと思うんですけどそういったところに目が向けて小さなものを見るようになって当たり前じゃないんだなって気づけてくるとすごいああ すごいんだな,なって褒めたくなっちゃうんですよ <laughs> そう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 だからすごいそのおかげですかね顎はボトックスの方がシュッとなりますかねうーんーそうですってギュッてならなくなるのでここ赤の木田先生なんてこことここ入れますもんねシュッてなとなると思いますよヒアルもいいんじゃないですかね <laughs> 幼稚って怖いものないですか？怖いものね。ないかと思ったけど、ちゃんとありましたね。